皆さんこんにちは、ペソでございます。ネチプレ Q2000 に続きやってまいりましょう。タイガースは今週末も甲子園、ベイスターズを迎えましての3連戦。先発ピッチャータイガースは井川さん、スターティングメンバー浜ちゃんが調子悪い、広沢さんを入れて5番でいきましょう。広沢さんは連日のスタメンですね。前の試合は絶好調で3ホーマーでした。今日からベイスターズとの3連戦、甲子園球場、今日は阪神横浜13回戦。タイガースは先発ピッチャー井川さんです。トップバッター石井拓郎さんへの初球、アウトローまっすぐ、これは決まりました、ストライク。2球目チェンジアップ外れました。3球目再びアウトローまっすぐ、4球目空振り三振、まずはワンアウト。2番に種田さん、インローまっすぐ、これは詰まらせました。今笠へのセカンドゴロ、ツーアウト。3番鈴木孝則さん、初球はインローまっすぐ、アウトローへのまっすぐ打ち上げました。力のないセカンドフライ、スリーアウト。ベイスターズ初回の攻撃は三者凡退です。ベイスターズ先発は川村さん、トップバッター赤星さんです。初球スローカーブ、うまくレフトへ流します。赤星さんヒット、ノーアウト一塁。2番に坪井さん、坪井さんはインローのストレート打ちましたが、ここはセカンドゴロ。赤星さん2塁へ進塁、ワンアウト2塁、得点圏で猫ちゃん。初球はまっすぐ、これは空振り。2球目アウトロー、フォークボールは外れます。3球目インハイのまっすぐ、これも外れてボール、2エンド1。ストレートど真ん中に来た球、振り抜いた打球は左中間スタンドへ持っていきました。猫ちゃん103号は先制ツーラン。ど真ん中のストレート、打球は左中間スタンドに入りました。弾丸ライナーのホームラン、タイガース2点の先制。そして4番は有安さん、アウトロー、フォークボールでしたね。ここは空振り。2球目これはまっすぐ、3球目は外してきます。ワンボールツーストライク。4球目最後はフォークボール、有安さん空振り三振、ツーアウト。広沢さんです。初球はアウトライン、カーブまずは外れました、ワンボール。2球目はまっすぐ、これは見逃します、ワンエンドワン。低めのストレート、これをセンターへ持っていきました、広沢さんヒット、ツーアウトからの出塁。そして6番に檜山さん、初球打ち緩いフォークボール、打球はライトスタンドへ、25号ツーラン。ジャストミートでした、檜山さん見事なツーランホームラン。初回タイガースさらに2点追加、4対0です。バッターボックスは矢野さん、
初球はまっすぐできました。これは空振り。スローカーブをセンターへ運びます。矢野さんヒット、ツーアウト一塁。バッターボックス今岡さん。初球はフォークボール、これは見逃してワンストライク。2球目、これは真ん中高め、ウィークポイント、空振り、ツーストライク。3球目のスローカーブセンターへ、しかしここは金城さん追いつきました。左中間抜けませんでした。初回タイガースは2本のツーラン、4点の先制です。バッターボックス4番のグランさん。初球アウトロー、まっすぐ、まずは空振りを取ります。2球目インローのまっすぐ詰まらせた当たりは、これは今岡さんへのセカンドゴロ、ワンアウト。5番に佐伯さん、これは真正面、これもセカンドゴロでツーアウト。初球打ちでした。ツーアウトランナーなし、バッターボックス小川さん打ち上げました。アウトローのまっすぐ、これはショートフライ、スリーアウト。2回の表もベイスターズは三者凡退です。バッターボックスは井川さん。初球打ち、スローカーブ、これをうまくセンターへ持っていきました。井川さんヒット、ノーアウト一塁。バッターボックス赤星さん、まっすぐ、これはファールになります。これもまっすぐ、いい当たりですけどファール。3球目フォークボール、これは外れます。引っ掛けましたが打球はセンターへ抜けていく。ヒット、ノーアウト一塁三塁。2番は坪井さん、第1打席はセカンドゴロ。ランナーホームイン、井川さんがホームイン、これで5点目が入ったところで川村さんノックアウト。ピッチャーは谷口さんに代わります。バッターボックス先制ツーランの猫ちゃん。初球シュートボール、真ん中高め、まずはストライク。2球目は浮きました。インハイボール球、3球目これはインハイ、まっすぐストライク、決まります。4球目フォークボール外れて平行カウント、2エンド2。5球目これも外れました。3-2。最後はストレート、空振り三振。猫ちゃんタイミング合いません。そしてアリアスさん、初球はストレート、これはファール。うまく打ったスライダー、ライトへ、ああギリギリ届きました。アリアスさん32号ツーラン。思い切りスライダーをつけた打球はライトスタンド最前列。アリアスさんにも一発が飛び出しました。タイガース2点追加、7-0。バッターボックスは広沢さん、第1打席はセンターへのヒット。初球は真ん中高め、ストレート見逃します。2球目スライダー、
ちょっと詰まり気味でしたけども、速い打球がショートの左手に抜けていきました。ヒット、バッターボックス追加のツーランを放っている檜山さん。初球インローへのフォーク、これは大きく外れます。2球目同じ球、これも見逃してツーボール。3球目ストレート外れました、3ボール。4球目インハイ、これはストライクを取りに来ました。檜山さん見逃します。フォークボール、これは捉えきれません、ファール。最後はストレート、空振り三振。2回の裏タイガース3点追加、7対0となっております。バッターボックス金城さん。初球はアウトロー、まっすぐ見逃してストライク。2球目インローへのチェンジアップ、空振りを誘います、2ストライク。3球目打ち上げました、高めの釣り球、キャッチャーフライ、ワンアウト。キャッチャーの中村さんです。ボテボテな台、これは切れました、ファール。見逃しました。アウトローまっすぐ、見逃し三振、ツーアウト。バッターボックス谷口さん。3球三振、3アウト。序盤3回ベイスターズは井川さんからヒットを放つことができません。タイガースは7番の矢野さん。インローまっすぐ、これは外れました、わずかに外れてボール。2球目アウトローのフォーク、これも外れてツーボール。ボール球先行。3球目インコース、またフォークが外れて3ボール。4球目真ん中に来ました、まっすぐ、これは打ち損じ、ファール。5球目スライダー、これを捉えてライト前ヒット、ノーアウト1塁。バッターボックス今岡さんです。今岡さんはスライダーを引っ張って左中間抜けていきます、ヒット。矢野さん一塁から優勢、風タイガース8点目。そしてピッチャーの井川さん。ノーアウト二塁、初球は外れました、ボール。2球目高めのストレート、これは打ち損じました、ファール。カウントはエンドワン。インコース、あー、これはフォークだ、フォークボールにかバットが空を切りました。低めアウトロー外れてツーエンドツー。高めのまっすぐ、これはファールにします。最後はフォークボール高めに浮きました、それをセンターへのヒット。井川さん出ました、ノーアウト一塁三塁。バッターボックス赤星さん。初球インハイ、これはボール。
ここは併殺だ。赤星さんショートゴロ、しかし三塁ランナーホームイン、1点追加、9点目が入ります。バッターボックス坪井さん、初球打ちはライト前、レフト前ヒット、うまく流し打ちが決まりました。ツーアウトから出塁、そして猫ちゃん先ほどの打席は三振。初球高めまっすぐ外れてボール、2球目今度は膝元へのフォークボール、これも外れます。2ボール。3球目シュート、狙っていたコースでしたけども空振り。4球目まっすぐできました、空振り、2ストライク。5球目フォークボール流し打ちはライト線ヒット、猫ちゃんツーベース、そして先ほどは流し打ちとホームラン、有安さん初球打ちシュートボール、これは詰まらせました、ファール。スライダー今度はライト線、打たれださん取りました、ライトファールフライ。しかしタイガースはこの回2点追加、9対0としております。ベイサーズは2巡目に入ります。トップバッター石井拓郎さん、初球アウトローストライク、2球目チェンジアップ引っ掛けました、しかしこれはファール。3球目釣り球空振り三振、ワンアウト、種田さんです。アウトローマスがストライク、2球目インローのチェンジアップ、ボテボテの当たり、これは猫ちゃんへのショートゴロ、ツーアウト。3番鈴木孝則さん、第1打席はセカンドフライ、これは詰まりながらもセンターへヒット、ベイスターズようやく初ヒットが出ました。ツーアウト一塁、4番のグランさん、徐々に打率が上がってきております。現在2割4分6厘、ホームランはちょっとボンド足りない7本。空振り三振、5つ目奪って3アウト。4回の表ベイサーズ初ヒットが出ましたけど、この回も得点とはなりません。今日は2安打の広沢さんからです。初球打ちフォークボールでした、これは詰まりました。広沢さんファーストゴロ。バッターボックス檜山さん、スライダーをすくい上げてセンターへ、しかしこれも金城さん追いつく、センターフライ2アウト。矢野さんは高めの変化球手を出してショートゴロ。4回の裏タイガースは簡単に三者凡退です。ベイサーズは佐伯さんから、どん詰まりの当たり、ここは今岡さんうまくバウンドを合わせての送球、セカンドゴロワンアウト。7番に小川さん、カーブボール球を振ってきます、2ストライク。釣り球3球三振2アウト。バッターボックス金城さん、あっという間に2ストライク。
インドまっすぐドン詰まり、ここはアリアスさんへのサードゴロ、スリーアウト。5回の表ベイスターズ、ここは三者凡退です。さあここでピッチャー交代、谷口さんから川田さん。バッターボックス今岡さんです。先ほどはレフトオーバーツーベース。初球はシュート、これはバトンセンターになりました。今岡さんセンターフライ、ワンアウト。今日2安打の井川さんです。インコース真ん中への変化球決まりました。ワンストライク。2球目今度はまっすぐど真ん中、カルブリー、ツーストライク。腰元へのまっすぐ、これは外れます。ツーボールワンストライク。低めまっすぐ見逃してツーエンドツー。快音残しましたが、ここはショート真正面のゴロ、ツーアウト。トップに戻って赤星さん、先ほどはショートゴロ併殺だ。今日はシュートボールが多いね。2球目低めのストレート、これも外れます。2ボール。まっすぐ、これはファールになります。真ん中に来ました、空振り。2エンド2。スライダーうまく流しましたけど、これは三塁線切れました、ファール。最後は低めのまっすぐ、空振り三振。5回の裏タイガース、ここも三者凡退です。バッターボックス中村さん。初球打ち三塁線、これ は入りました、フェア。坪井さん取れない、ランナーはセカンドへ進みます。ツーベースヒット、ノーアウト二塁。バッターボックスピッチャーの河原さん。ど真ん中、コントロールミスしましたけど、ここは見逃してくれました。ツーストライク。打ち上げます、ここは今岡さんが取ります。セカンドフライ。トップに戻って石井拓郎さん。初球打ち、これはどん詰まり、ファーストでアウトにします。セカンドランナー釘付け、ツーアウト二塁。種田さんは初球打ち、これを低めセンターへ運びます。ヒット、バックホーム、ランナーは三塁でストップ。ツーアウト一塁三塁。アタブックスヒットメーカー鈴木貴之さん。インドまっすぐ、これは見逃しました。ワンボールツーストライク。ビシッといった、釣り玉、空振り三振。井川さん踏ん張りました。ベイスターズこの回も無得点です。バッターボックスは坪井さん。低めのまっすぐ、これは外れます。あー、ショート弾いた、内野安打、ノーアウト一塁。バットボックス猫ちゃん。低めのまっすぐ、これは外れます。ボール。猫ちゃんは詰まりました、これはレフトフライ。変化球捉えましたけども、ホームランとまではいきませんでした。ギリギリ掴んでワンアウト。アリアスさんはカーブをうまく合わせましたけど、ここはピッチャー
河原さんが弾いてピッチャーゴロ、ランナーは進塁、2アウト2塁。真ん中に来た、広沢さんスライダーうまく流しました。ヒット一塁三塁、そして檜山さん、ロー低め、これはストライク決まりました。真ん中に来た、今度は空振り、ツーストライク。スライダーは低め外れます、ボール。ストレートで来ました、ここは合わせましたがファール。最後はインハイスライダー、空振り三振、タイミング合いませんでした。6回の裏タイガース塁にランナー出しましたけど、この回も無得点。あ、ごめんなさい、ピッチャー変えますはい、リリーフ、今日も笠井さん、バッターボックスグランさん、初球アウトローまっすぐ、これは見逃しました。2球目シンカー、これはうまくミートしましたけどファール。3球目高めの球、空振り三振、ワンアウト。バッターボックス佐伯さん、あーカーブを引っ張ってライト線でヒット、佐伯さんツーベース、ワンごめんなさい、ワンアウト二塁。バッターボックス小川さん、初球打ち、これはショートゴロ、佐伯さんは動けません、ツーアウト二塁。バッターボックス金城さん、詰まりました、しかし一塁線抜けていきます、ヒット、キャッチャーの中村さん、ドンズマイネの当たり、これはファール。追い込んでからの1球、高めの球、これは打ち上げてショートハーフフライ、スリーアウト。ラッキーセブンベイスターズ、得点のチャンスでしたけども、この回も無得点。タイガースはキャッチャーの矢野さんからです。外へのスライダー外れてツーボール。3球目スライダー、これも外れます。4球目アウトコースへのまっすぐ、これは空振り。最後はスライダー、これを思わずセンターへ運びました、矢野さんヒット、ノーアウト一塁。バッターボックス今岡さん、初球はスライダー、インコース外れてボール。2球目スライダー、これは一塁線切れました、ファール。カーブ、インロー外れてツーボールワンストライク。
まっすぐできました。2エンド2。ここは真ん中高め、ウィークポイントか。今岡さん、最後はスライダー、これは引っ掛けました。矢野さん、進塁。ワンアウト二塁、バッターボックスピッチャーの笠井さん。初球は真ん中高め、まっすぐできました。空振り。2球目、膝元へのシュート、これもストライク。ストレート合わせましたが、これはファール。シュートボール外れて2エンド2。流し打ちライト、これは種田さん取りました。セカンドランナータッチアップ、2アウト3塁。バッターボックス赤星さん。2球目も外れます、スライダー。レフトへワンマンのヒット、これがタイムリー、10点目。坪井さんです。あー、ここは牽制タッチアウト。ラッキーセブンタイガース、ようやく追加得点、赤星さんのタイムリーですね。10点目が入っております。ベイスターズ8回表の攻撃はピッチャー川原さんに代わって代打石井博夫さん。初球アウトロー、まっすぐ早打ちですけど、ここは反応しませんでした。インローへのシンカー、これは見逃します。今度はアウトローチェンジアップを投げてタイミングを外します。ワンボールツーストライク。4球目空振り三振、ワンアウト。トップに戻ります。石井拓郎さん、今日はノーヒット。チェンジアップ、これも見逃して2ストライク。高めのまっすぐ、これは打ち上げてファール。シンカー、バットの先端でしたけど、ここは笠井さん掴みました。ピッチャーゴロ、2アウト。シンカー、カロリー、ツーストライク。三球三振でスリーアウト。八回表ベイスターズは三者凡退です。ベイスターズピッチャー森中さんにスイッチ。バッターボックスは坪井さんから。アウトローまっすぐ初球、これはファウルになります。今度はインローまっすぐ外れてワンボールワンストライク。3球目スライダー外れてツーボールワンストライク。インコースまっすぐ、これはファウルになりまして2エンド2。ああ、これはまっすぐ空振り三振、ワンアウト。バッターボックス猫ちゃん、初球打ちカーブをうまく左中間に持っていきます。ヒット。
ツーベースヒット、ワンアウト二塁。そして今日ホームランを放っているアリアスさん、初球真ん中ストレート、これは空振り。インハイまっすぐ、今度はバットが当たりましたけどこれはファール。3球目アウトローストレート外れてボール、ワンツー。これもストレートできた。これはいい当たりすぎた。スライダーはライトライナー、ツーアウト。そして広沢さん、今日は猛打賞ですけどホームランは出ておりません。カーブをうまく叩いて左中間抜けましたヒット、猫ちゃんホームイン、タイガース11点目。檜山さんです、第1打席にホームラン、その後は三振2つ、そしてフライアウト。インローまっすぐ、これもストライクコース、ツーストライク。アスバダイ、あー、これは打ち上げました。石井拓郎さん取りました、スリーアウト。8回の裏タイガースは広沢さんのタイムリー、1点追加、11対0となっております。バッターボックス鈴木貴則さん、インコースまっすぐ、まずはストライク。2球目アウトローシンカー、今度は空振り、ボール球、2ストライク。空振り三振ワンアウト。グランさん今日は3打席2三振。カーブこれも振りました、2ストライク。グランさん今日3三振。これは外れますというより佐伯さんが見逃しました。最後はシンカー打ち上げてサードファールフライ、ゲームセット。タイガース今日も完封リレー、序盤で試合を決める形となりました。11対0でタイガースが勝利。ホームランはアリアスさん32号、檜山さん25号、猫ちゃんは103号ですね、井川さんが14勝目、河村さんは勝ちがないのね12敗目、笠井さん31セーブ目です。打撃成績、広沢さんね今日もスタメン4安打、檜山さんは1ホーマーね、アリアスさんもね1ホーマーですけども、1安打ですけども1ホーマーね、この言い方の方がいいかもしれない。猫ちゃんと赤星さんがと、あと矢野さんがね3安打猛打賞ですね。ピッチャーの方は井川さんは、被安打3発3安打ですね、7奪三振。そして笠井さんは3回投げての5奪三振という結果でしたね。はい、ということで、あとまだベイサーズとは、2連戦ね続きますね。そちらの方もお楽しみにしておいてください。それではさよなら。